Da brauchen wir schon aber wirklich Hinweise finden, sonst muss ich wirklich nachgucken. Was nächstes hin müssen. Also für die schöne neue Quest, die alle die machen können. Wer will mit mir reden? Du redest auch nicht mit mir. Da hinten ist doch. Da ist was. Jetzt habe ich es auch gesehen. Was ist denn hier? ダイブしていたのか。というか久しぶりに見たけど、大丈夫なのか。残ってるはずの仲間リストにはいなかった人ですよね。なあ、あいつはちょっと病気で今入院してるんだ。時々許可が下りてはALOにダイブして一緒にプレイしてるんだが、しばらく検査が長引くって言ってたはずだ。 ユウキ、大丈夫なの？検査は終わったの？結果はどうだったの？もう明日になったら出会い頭になんなのさ。まるでお母さんみたいだよ。お母さん、そんな、私ユウキのお母さんじゃないもん。あんたそこでなんで照れてるのよ。でも本当に大丈夫なのか？今の状況分かってるだろ。ああ、うん、緊急メンテの連絡だよね。もちろん気づいてるよ。 何か途方もないことが起きてるんだよね。ああ、ということなんだ。ユイちゃんが封印されたなんて。アスナ、大丈夫。そんな顔しないで。僕はこれまでアスナたちに助けられてきた。今度は僕が力を貸す番だよ。でもユウキ、 体は本当に今ダイブし続けるのは安全だとは言えない状況だから、僕はむしろみんなよりも安全だよ。調子が悪くなったら自動的にログアウトされるようになってるからさ。それに検査の結果は良好だったんだ。だから今はアスナたちのために全力を尽くすよ。ありがとうユウキ。一つ質問なのです。 何？ユウキさんは性格的にたとえ体の調子が悪くても、こんな時は必ず検査の結果は良好というタイプだと感じました。大事な人のために自分を犠牲にしても戦える人、素晴らしいと思います。強い人だと思います。ただそのせいで 本当にその人自身が失われて、周りの人を悲しませるのは本当の優しさではないと思うのです。ああ、私も大事な人に守られ、そしてその人は去ってしまいました。なのでユウキさん、もう一度聞かせてくれますか？検査の結果はどうだったのですか？ ユウキ、アスナはさ、何度も病院に来てくれてるから、僕の症状にもかなり詳しいよね。うん。
倉橋先生に仲間たちに見せるための簡単なカルテを画像データにしてストレージに入れてもらっておいたんだ。だからほら、これ見て。すごい、これまでで一番良好な状態じゃない。ユキ、よかったね。アスナ、ありがとう。 トリコシグローだったようなのです。ユウキさん、出会ったばかりで失礼なことを言いました。ごめんなさい、なのです。ううん、ウタイちゃんだっけ。こちらこそありがとう。確かに僕は症状が悪い時でも嘘を言っちゃうタイプなんだと思う。でも君に言われてハッとさせられたよ。これからは気をつけるね。 はい、なのです。時間がない中で申し訳ないんだけどさ、一つだけお願いいいかな。どうしたの？しばらくダイブしてなかったから、ちょっとリハビリをしたいんだ。 PVP してもいいかな。勘を取り戻さないとね。<笑>頼もしい限りだな。じゃあ、勇気の復帰祝いも兼ねて 少し体を動かすとするか。うん、闘技場で待ってるから準備ができたら来てね。 Gott, PvP, dann bin ich so schlecht. Da hinten ist die Kiste. Boah, die sind alle versiegelt. BP habe ich noch. Ich könnte ja mal meine ganzen Chars alle hochleveln. Dafür sind die Punkte echt gut.氷山フィールドも大体探索し尽くしたしな。他に行けるところは。すごいくしゃみだ。おお、すまねえな。長時間氷山にいたせいか体の芯が冷えちまってよ。私も少し寒いのです。ウイウイ、 大丈夫？ウタイはアーダーメイデン、ALOへの適合だとクラインと同じようなサラマンダーの特性が出るのかもしれんな。おい黒いの、適合ってどういうこと？我々はブレインバーストのルールに基づいてこれまで戦ってきたが、この ALO ではその仕様がいくつか異なっている。なるほど。 バーストポイントの扱いや必殺技やアビリティがスキルに統一されていること。このアバター変更機能もそうですね。そうだ。だから寒さに弱いサラマンダーの特性などもゲーム性の適合によって引き継いでいるバーストリンカーがいてもおかしくない。クラインさん、おじさんもくしゃみなのです。 ウイウイ、あ、大丈夫かしら。はい、なんとか。それよりもこれからどうするか考えるのです。じっとしてても仕方ないよ。動き回って体を温めよう。冒険の基本は情報収集ってね。
Ah ja. Bin noch in der Arena, warum ist das hier so kalt? Ja, erstmal raus hier. Ah ja, schau, ein bisschen Multiplayer muss ich hier mal auch mal machen. Mal sehen. Haben jetzt alle Informationen. So ist er. Punkte laden. Quatsch, der 122. Ah, aber will nachholen hier. So, hab ich jetzt. Brauche ich die Nuis? Warum auch? Dabei. Ja. Ich glaube, nehmen wir den mal mit. Und dafür ausrüsten. Geht schon. Den Windmühlen muss ich noch mal an, da muss ich gucken. Ende. Kurz in die Bar gucken, ob es hier weitergeht. Das ist eine Nebenaufgabe. の中央に神殿風のダンジョンがあるでしょう。
あそこ入り口に幻惑みたいな術がかかってて中に入れないんだけど黄色いピエロみたいなアバターが出入りしてるって噂もあるのよ幻惑とピエロ<笑>どんな<笑> ええ。やっこさんたち、店によく集まってるから、時々話を聞いてみるといいさ。そうだな。幻惑。黄色いピエロ。これは、やつと見ていいか。だろうな。本物か偽物かは、まだわかんねえけどな。何を言ってるんだ？ 我ら殉職の七王の一人、木の王、イエローレディオというバーストリンカーがいるんだ。さっきの話のやつと、性能や容姿が似てるんだよな。あれ、そいつの名前って、ブレインバースト側の仲間リストには無かったよな。あやつは、王であるにもかかわらず、姑息な手を使う、バーストリンカーの風上にも置けない男だからな。じゃあ、 本物だろうと偽物だろうと、特に会う必要もないってことか。ま、そういうこった。が、どちらにしろ放っておくくらいなら、先にぶっ叩いておいた方がいいかもな。なんでだ？向こうから攻め込まれたら厄介だからだよ。仮にも王の一人だからな。協力なんてこっちから願い下げだし、敵対するにも、 さっさと退場してもらった方がいい。そんなに厄介なのか。ああ、奴は王の中でも特に策略家で。ニコ、話を終わってすまない。どうしたパド。街の入り口が騒がしい。行ってきても。もちろんそれはいいけど、何があったんだ。見慣れないプレイヤーが街に入ってきたそう。 話を聞く限り、大柄の青いデュエルアバターらしい。あ、まさか、タク？Oh Gott, jetzt schneiden sie hier einen nach dem anderen hier rein. Immer so viel laden muss hier. Wenigstens in der Stadt könnte man oben wild sein, ne? Das ist hier der Eingang der Stadt. Teleporter. Ach, das ist das. Boah. その姿は豚くんもしかしてハルかい？もしかしなくてもそうだよ。どうやってその姿に？ウィンドウの下の方に見慣れないアイコンが出てるはずなんだ。この世界でだけ使える仕様みたいだけど。これかい？あ、タクム君。 君とも再会できてよかったよ。マスター、よかった。みんな一緒だったんですね。あ、タク、大丈夫か？ああ、とりあえず落ち着いた方がいい。ここは騒がしいから場所を変えよう。皆さん、こいつはタクム。デュエルアバター名は シアンパイルって言うんです。どうもよろしくお願いします。それでタクム君、一体何があったんだ？実はベルが、じいちゃんがイエローレディオに囚われてるんです。んだと？ちょうど奴の話をしていた。奴は
氷山のフィールドにあるダンジョンに陣取り、ちいちゃんを拘束しました。それで僕にマスターたちを呼んでくるよう指示してきたんです。すみません、ちいちゃんの喉元に刃を突きつけられ、僕は奴の言いなりに。いや、君は悪くない。急いで我々を探しに来てくれたのだろ。ウィンドウも世界の状況も把握する余裕すらないほどに。くそったれ。なるほど、さっきの話につながるな。イエス、火の王は幻惑の技を使う。例の氷山フィールド中央にある神殿風のダンジョンだね。よし、そのベルという子を助けに行こう。え？仲間なんだろ。キリト、すまないな。ハル、この人たちって。それは行く途中で話すよ。その神殿への道案内を頼む、タク。わかった。Ja, wieder ein neues Gruppenmitglied. Wie soll man die denn alle leveln? So viele. Yoroshiku onegaishimasu.Nein, natürlich. Er hat ja nichts gemacht. Soll er auch schon haben. Okay, müssen wir um die ganzen Quests mal später kümmern. Gehen wir erstmal in den Tempel. Gucken, wo der gelbe König ist.なるほど、そんなことがあったんですね。ああ、だから君も協力してくれると助かる。もちろんです、キリトさん。僕はマスターの命にはどんなことでも従うつもりですし、ちいちゃんの救出にこうして協力してもらってる以上、恩返しもさせてほしいと思っています。真面目なかったな、アイレン。よろしく頼むよ。あ、やっぱキスが見えるBrauchen wir doch gar nicht. Gehen wir einfach mal dahin. Immer wohl rein, wie es aussieht.Und wieder Ladebalken. Das ist ja echt viel.